シリウス・ステークスは日本中央競馬会が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競争名のシリウスは大犬座のアルファ星。地球から見える恒星では最も明るく鋭く輝くことから西洋では犬の目に例えられ中国でも天狼星と称される。聖称は地方競馬全国協会理事長賞。 1997年に創設されたハンデキャップのダート重傷競争。創設時は阪神競馬場のダート1400メートルで12月上旬に行われていたが、2001年に JBC スプリントが創設されたことに伴い中央競馬のダート重傷路線も整備され、試行時期が秋の阪神開催に繰り上げられた。2007年からは、 阪神競馬場の馬場改修で新設されたダート2000メートルに変更2008年からジャパンカップダートが阪神競馬場のダート1800メートルで行われるようになると本競争はジャパンカップダートの重要な前哨戦として位置づけられた創設時より外国産馬と地方競馬所属馬が出走可能で2006年からは外国馬も 出走可能な国際競争となった。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格、サラ系3歳以上負担重量、ハンデキャップ2021年の1着賞金は3600万円で、以下2着1400万円、3着900万円、4着540万円、5着360万円。距離はすべてダートコース。優勝馬のバレーは、 2000年以前も、現行表記に揃えている。重症競争が創設される、以前の1996年まで、同盟の特別競争が行われていた。1994年は、中京競馬場開設40周年記念、シリウスステークスとして施行。優勝馬のバレーは、現行表記に揃えている。出展、neetkeiba.com 各界。 競争結果の出展、ありがとうございます。